魚ロッケ魚ロッケ、または魚ロッケとは、魚、カツの一種。佐賀県、大分県、山口県内の各地で参見される。本校では、佐賀県、熊本県、長崎県で流通している民地店と呼ばれる製品についても記す。魚肉のすり身に、玉ねぎ、人参などの野菜をみじん切りにしたものを混ぜ、カツレツの手法を応用して、パン粉をつけて揚げたもので。 中身が魚で、寸法や外見がコロッケに類似しているところからその名が付けられた。なお、魚ロッケ、魚ロッケという名称は、山口県萩市の荒川かまぼこ店の登録商標となっている。佐賀県唐津市では、藤川かまぼこ本店が昭和初年代に商品化した。当初は、ハイカラ店や、カレー店や、パンコ店などと呼ばれたが、いつしか、 魚ロッケと呼ばれるようになった。テレビ局の取材を受けた人が、魚ロッケなくしてからつは、語れませんと言ったほど、地元庶民に愛される食べ物である。現在、藤川かまぼこ本店では、カレー風味とあっさり塩味の2種類の味で1日2万個以上を製造し、県内のみならず全国で販売している。2007年には、山崎製パンと、 藤川かまぼこ本店の共同企画で魚、ロッケが入ったパン、魚ロッケの里が開発され、九州と山口県下関市のローソンで販売された。大分県津久美市では、魚ロッケと呼ばれる。魚ロッケは、魚のすり身に野菜と少量の唐辛子を加え、パン粉をまぶして、コロッケ状に揚げたもので、ピリ辛味である。年代に開発されたもので、 地元では毎日の食卓に欠かせない惣菜である。gyorkke.co.jp、OK、のドメインも持つ大田商店では1日8000個以上を販売している。主に佐賀県東部を中心に民地店という名称の製品も多く見られる。魚肉に玉ねぎのみじん切りを混ぜ、パン粉をつけて揚げたもので製法そのものは魚ロッケとほぼ同じ。唐辛子を加えたり、 カレー風味にしたスパイシーな味付けのものが多い。もともとは佐賀市の馬群かまぼこの商品名だったが、現在では同社以外にも民地店の名称を用いる業者が複数出てきており、佐賀周辺では一般名詞として定着しつつある。2012年11月3日4日に開催された首都圏にある全国都道府県のアンテナショップ21店舗の商品を集めた アンテナショップフェスティバルにおいて各アンテナショップの一押し商品22品目を対象に行われた発掘お宝一品グランプリにて人気投票第1位のグランプリを獲得売り上げでも2日間の販売個数でも1位となりベストセラー賞も獲得したありがとうございます